ズーさん、タケオのもっと楽しむ音楽ラジオ。2年前の動画を見てみよう。はい、毎度おなじみもっと楽しむ音楽ラジオ、音楽大好きズーさんと音楽素人タケオ。はい、今日もちょっと隣の竹尾に来てもらってるんですけど、はい、僕たちの活動、もともとはいつも2人でトークするチャンネルなんですよ。もともとはね。そう、昔から見てくれてる人は知ってると思うんですけど、はい、で、もうすぐね、1個目の動画を僕たちのチャンネルで開けてから2年経つんですよ。経つんですね。早いもので。ということで、ちょっとここらで、我々の活動をもう一回ちょっと見直してみようということで、はい、初めて上げた動画を一緒に見てみようと思います。はい、即興解説ぐらいからさ、うん、結構編集のレベルも上がっていったじゃん。はいはいはい。だから、なんか何回も見直したらすごい頭に残ってるんだけど、あ、そうなんだ。最初のやつ、の数本、うん、ちょっと何か思い出せマジ。はい、タイトルは Ado の新時代は息継ぎに注目、音源に隠された衝撃の真実。おー、いいタイトルですね。いいタイトル。そうだね、1個目からちゃんとつけたね。ちゃんとつけてる。すごい、なんかこういうのさ、毎回僕らすごい話し合ってる感じ。そう、時間かかるよね、うん、何パターンもあんだしね。そうだね、うん、じゃあ、はい、あ、緊張してるわ。マジで2年ぶりなんだよね。楽しみだね。振り返んねえか。かっこいいね。ありがとう。ズーさん、タケオの。ちょっといい？もうここで止めちゃう。え？うん。オープニングもさ、なんかアイコン、1個目のこのアドを撮り終わった後に、うんうん、ズーさんがその場でアイコン作るわって言って、ポラララってなんか10分ぐらいで書き上げた。あーえ。アイコンじゃなかった。もう、いや、そうだと思うけど、同じ日に書いたんだ。同じ日じゃなかった。いや、そう、でもそんな気がする。で、この編集、オープニングどうしようっていう話をして、うん、もうパッと作っちゃって出来上がったのが。だから、オープニング自体多分20分か30分くらいでできて、すごいね。それをずっと使ってるっていう。そうだね。実は。でもさ、マイナーチェンジしててさ、これ6秒尺で、ちょっと長いから、5秒にしようっつって。はい、一回リタイアントしてんの、てん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 。ズーさん、竹尾の。てん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 ってところ、ちょっと間があるんだけど、はいはいはい、それを縮めたバージョンを、なんか半年ぐらい経ってから作ってきます。気づいてる人いるかな、あれ。いや、ちょっと、相当なファンだし、それは。そうだね。実はね、昔の動画1秒長いんですね。そう。こだわってるよね。うん。ズーさん、竹尾の。もっと楽しむ音楽ラジオ、うん、いやー懐かしい。よくないですね。1個目からね。今なら撮り直すね。そうだね。まず今日は一発目ということで、早速ですが、あ、挨拶してないじゃん。あ、ほんとだ。まず今日は一発目ということで、早速です。この頃ないんだ。来ましたか？髪型違う、変じゃない？竹本の髪型。早速。嘘。なんか、いや、これはこれでお気に入りだった。すごい、いい曲だ。巨大な横羽が。確かに。そう、これがアイコンになってるんですね。はいはい。これも、今の髪型。これなんで、この人撮ろうってなったんだっけ、うん、多分カラオケ行ってて、うん、アドの曲歌って、アドの話をしだして、ズーさんが、なんか長いなと思って。ちょっとおかしい。いや、まずカラオケって歌わないと損なわけなんそう。アドの息継ぎが気になるんだよねって話してて。その話って、なんか話そうと思ったら何分くらい喋れんのって言ったら、いや、2時間くらいって言うから、じゃあ、ちょっと家帰ってこのまま撮ってみようよって言って。撮ったのが初めだったような気がする。このまま撮ってみようよすぎるやん。いや、そうなのよ。嘘でしょ。始まりはそうだった。そうなんだ。うん、あ、だからこんななんだ。うん。画角。そう。え、見た目はどう？見た目は、ちょっと若いか。はい、あー、確かに。もう一つちょっと肌に張りがあるね。そうだね。そう。人間では、この辺ちょっと止めていい？うん。ちなみに編集がこういうテキストね。途中即興解説しだして変えたんだけど、この頃はゆる言語学ラジオさん。はいはい。YouTube のチャンネルがあって、そのチャンネルを真似して、フェードイン、フェードアウトを僕はやっていましたね。そうだったね。うん。まあ、これも全然見やすいけど、いや、本当になんか、なぜここで撮ってるんだろうっていうのがすごい感想としては。なるほどね、うん。そのテキストの前に、裏のカーテンが気になるとかそういう話。いや、そうそうそう。右上がいくらおっしゃるだろうが、左側にこの関係の穴みたいなのが見えてるのもさ、なんかさ、うん。抜けてないな、みたいな。てか、ぬいぐるみもこの時からあったんだね。そうだね。レギュラーメンバーなんだ。うん、この辺のね。いや、もうこれほぼだってもう、ゴミ屋敷。そうだよね。ちょっと、
ちょっと高級感欠けてるね。そうだね。うわぁ。あ、いやー、作ってたね。作った。ギラギラ、こういうのって作るのどのくらいかかるの？これ、なんかいつもパパパって作っちゃうよね。そうだね、うん。この時さ、だから著作権とか引っかからないようにわざわざ作ってたんだよね。ああ、そうだそうだ、うん。この時から気にしてたんだ、それ。そう。はいはいはい。でもこれ、何分くらいかかったかっていう話で言うと、うん、でも1時間くらいできるんじゃないかな。あ、なるほどね。うん、声まで撮って。うん、ああ。早い。はい。女の人がさ、夜の道をこう、優雅に踊って、見ながらなんか歩いてるの。いや、この辺の語彙力ね。なるほど。逆に、あの、最後の、そうか。ギザーレ。ギラ。いや、俺もっと見れないもんだと思ってた。もっとひどいもんだと。うん、いいじゃん。いい。見れちゃうね。いいよ。なんか意外と俺も面白いじゃん、このチャンネルみたいな。だってこれだから登録者0人に対してやってるわけだからね。確かに。そうだね。うん。無に向かってボールを投げてる動画だから。アドさん、新世界の感想は？新世界。耳が聞こえなくなってる。ということでした。ズーさんまとめ。はい、そうだね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。またこんな動画投稿していくので、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。おぉ。この辺も変わってないんだ。結構音大きい。確かに。ああ、なるほどね。え、掃除ってどうでした？いや、いいじゃん。ねえ。うん。ねえとか言ってね。俺も意外と見れるじゃんって思ってた。そうだね。もう。え、なんか俺もっと破壊的な印象だった。あ、そうなの、うん、編集もまあそんなに見にくいところもなかったし、うんうんうん、音源も良かったし、ズーさんの解説もわかりやすかった。うん。ありがとう。あれ？なんかもっとけなして終わるはずだったの。そうだね。あれ？でもだからやっぱり画角？ああ、そうだね。うん。ゴミ屋敷ね。ゴミ屋敷、その、ゴミから生まれた、ズーさんの人みたいな感じは味いただけないかな。はいはいはい。ということで、まあだから結論、意外と見れる。意外と見れました。ってことだね。うん。うん。ぜひ、あの、チャンネル登録者数0人時代のズーさん多評が、あの、いっぱい見れるので、あの、この機会に皆さんぜひ見返してみてください。はい。と、まあ、こんな感じで2年間やってきた我々のチャンネルなんですけれども、はい、この度、ちょっとご報告がありまして、はい。実は、タキオさんが YouTube を卒業されることになりました。はい。突然のご報告になってしまい申し訳ありません。ちょっと軽く経緯をね、ご説明したいと思うんですけれども、ね、うん、僕らのチャンネルは、僕のような音楽素人でも分かりやすく解説したいっていう思いがすごくあるんですね。うん、まあ、文言一つ一つにもこだわってやっているんですけど、やっぱその分時間がね、かかることがあって、僕も本業とのバランスがなかなか取れず、ちょっと悩んでいた時期もありまして、ちょっと前に本業の方で新しい場所で仕事をすることになりそうでして、そのタイミングでズーさんと今一度話し合いをして、で、竹尾は一旦 YouTube に関わるのをやめて、ズーさん一人で続けていってもらうことになりました。そうね。いや、僕も結局、まあ、竹尾の結論を聞いた時は、まあ、すごい寂しかったというか、うん、僕はだから音楽が、すごく好きな一般の男性だったんですけど、竹雄がそれをなんか世に出してみようよって言ってくれたからこそ、なんかこういう今動画をみんなが見に来てくれるような自分になれたなと思ってますし、本当に竹雄とやってこれてよかったなと。いや、こちらこそありがとうございます。思います。うん、続けていってね、なんか、ズーさんのラジオ番組が始まるとか、個人的に期待してて、なんかちょっとそういう関係者の方いたら声かけてください。ただ、竹雄がね、竹雄と一緒に僕たちが作ってきた火を、このところで消しちゃうと嫌だし、喋りたくもまだいっぱいあるんで。だから、まあちょっとしばらくは、僕と、それから、なんかもし、友達で手伝ってくれる人いれば、で、引き続きこのチャンネル楽しくお届けしていきたいと思ってますので、うん、これからも皆さんぜひご覧ください。はい。はい。じゃあちょっと僕から、あの、竹雄に、ちょっと、表彰状を。あー、マジ？作ったの？うん。すごい、しっかりしてる。すごい。はい、ありがとう。達筆。うん。表彰。はい。竹雄殿。はい。あなたは、ズーさん竹雄の、もっと楽しむ音楽ラジオにおいて、チャンネルを一から立ち上げ、その企画力、継続力を漏れなく発揮し、出演、編集をこなしながら、ズーさんと共に、2年間本当によく頑張りました。辛い時も、楽しい時も、
お互いに支え合ったり、ぶつかったりしながら、一緒に頑張ってきたこの日々は、きっと一生忘れることのない宝物になると信じます。これからの竹雄の日々が一層輝きますように、頑張った竹雄をここに表彰します。ありがとう。ズさんより。いやー、ほんとありがとうね。ごめん。ありがとう。ありがとうございます。はい、いやー、いい字だね。ありがとう。まずごめん。びっくりした。すっごいいい字だ。ありがとうね。うん。いや、ほんとに2年間、長いですよ。2年間ってね。そうだね。うん。いや、こんなものをもらえるとは。本当にありがとうございます。いえいえいえ。うん。新居に持ってってください。これは大事にします。ありがとう。ラミネート加工してくれ。あ、ちょっと過剰かな。ごめんごめん。ちょっと過剰かな。ありがとうございます。ちょっとこれは持ち帰りだって。小学校で習った作法が出てる人。初めて。というわけで今日は2年前の動画を振り返ってみようという企画と、はいはい。竹雄からのお知らせということでございました。はい。はい。じゃあ次回もお楽しみにということで、お楽しみに。もっと楽しむ音楽ラジオ、音楽大好き、ズーさんと、音楽素人のままだった、竹雄でした。ありがとうございました。ありがとうございました。